早稲田文文工学部無理。なんで成績開示データを検証する必要性があるかっていうと、じゃあ先生、本当の合格最低点いくつなんだい？本当はもっと取らなきゃいけないんだ。そうね、作文失敗です。これこの数字見るとやっぱり、おお、こんなことって本当にあるんだなっていう感じですよね。はい、起きるんです、こういうことが早稲田大学では。そうで始まりました、もちチャンネル。さあ、広田ゼヤブーン、ブン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 、ブンテツくん。そのブンブンではないんですけれども、本日僕久々にまた1年に1回のあの企画やってまいりました。僕が初めてヒットした企画、年が経つにつれてどんどんと再生回数が落ちてはいるんですけれども、早稲田ブンブン工学部無理っていうやつです、はい、さあ、もうこれも3年目ですよ、はい、さあ、本当に無理だったのか、今年も見ていきましょう。まずですね、僕は森鉄イングリッシュチャンネルの方でですね、毎年ね、いろいろ学部を選んで成績開示データっていうものをね、視聴者の皆さんと見ていってます。で、それでね、23年のね、過去問とかをやる上での一つのヒントにしてもらいたいなと思ってるわけなんですね。ヒントですね。うん。で、3年目にもなってるんだけど、良くないなと思ったのが、みんな知ってるでしょみたいな感じになってたんだけど、ちょこっとだけ説明しておきたいと思うんですよ。なんで成績開示データを検証する必要性があるかっていうと、早稲田大学っていうのは合格最低点を公表してるんですけれども、皆さんがあの赤本や青本で見てる合格最低点っていうのは本当の合格最低点じゃないんですよ。早稲田大学っていうのは皆さんが受験本番で取った点数っていうのをさらに成績標準化なるものを行って、まあ大抵の場合点数下げられるんですけど、こうグッと点数下げられて皆さんに、はい、これがあなたの点数ですっていう風に渡されるんですね。なので本当の合格最低点っていうものを発表してるのは日本全国でこの森鉄イングリッシュチャンネルでだけです。へー、うん、なので、そういった話をね、こう、いつもしてるんですよね。はい、じゃあ、その成績標準化って何なのかっていうと、これね、なんでわざわざそんな点数下げるかっていうと、実は、早稲田大学っていう大学は、受験生をどう取るかっていうのは、やっぱり人数で取るんですよ。だって、500人しか入らない学部なのに、そこに1000人合格者取っちゃったら大変なことになるじゃないですか。うん、っていう風になりかねないから、人数を調整するために、成績標準化っていうシステムを導入してて、これはどういう風な仕組みかっていうと、大学側が入試問題を作るにあたって、これぐらいの点数が平均点になったらいいなっていう、まあ僕が通称標準点と呼んでいる予想平均点があるんですよ。まあこれくらいのところが平均点になってで、これくらいの点数を合格最低点にしていけたらいいなっていう、そういう目処があるんですよね。なんだけど、残念ながら、やっぱり大学がね、予測を立てたようには受験生は点数取ってくれません。やっぱり結構最近の受験生鍛え上がってますから、それなりに大学の予想を上回る点数とかを取ったりするんですよね。だから、平均点が結構文文校だと102、3、4点ぐらいなんですけれども、これくらいが平均点になってほしいなって思ってたのに、うわ、平均点が120点も取られちゃったってなると、大学側としては、ちょっとこれは調整を働かせて実際の平均点と標準点との間を引いてかないと人数が調整できないんですよね。こういうやり方で調整をしてるんです。で、早稲田大学の文文校っていうのはだいたい合格最低点を130点前後ぐらいのところに設けたいんですけれども、この辺が成績標準化後に偏差値65ぐらいになるといいよねみたいなところでこう作ってるんですよね。ちょっとね、話が複雑でね、分かりにくいと思うんですけども、とにかくこの成績標準化なるシステムのせいで、皆さんが過去問集とかで見てるあの合格最低点は本当の合格最低点じゃない、本当はもっと取らなきゃいけないんだっていう状態になってるんだっていうことだけ理解しておいてください。で、じゃあ先生、本当の合格最低点いくつなんだいっていうのを僕は合格最低素点として提供してますんで、そちらをね、覚えて23年の過去問にチャレンジしていってください。それではですね、成績開示データの方を見ていきたいと思います。こちら。まずですね、これ、文化構想学部を受けた A 君、B 君、日本史世界史選択のね、このデータから先に行きたいと思うんですけれども、これ A 君のデータを見てほしいんですけれども、彼は英語75点満点で46点、国語75点満点で44点、世界史50点満点で33点、彼が取った得点は123点なんですね。ですけれども、ここに先ほど申し上げた標準化なるシステムが行われて、なんと彼の最終的な得点はマイナス15点されて、107.89 になるんですね。おー、なるほど。うん。これのせいで、合格最低点が 131.7 なのに届かなくなったって。まあ、もともと届いてないんですけど、届かなくなったんですよね。で、なんでこんなに下げられるの？皆さん、一番右の平均点ご覧ください。英語 37.65、国語 50.244。あのね、50! みたいな感じです。
これはね、やっぱり早稲田の文校の歴史を見ても50点とかにされるともうね、作文失敗です、これ、うん、そのレベルの平均点の高さ。まあ世界史がね 27.345 と、英語と世界史ね、すごくいい具合のね、難易度で問題作れてるんですよ。なのに国語でこういう変な感じになっちゃったから平均点が 115.239 に膨れ上がるんですよね。まあただ平均点の合計が 115.239、 これはね、まだマシな方ではあります。正直ひどい時だと120点とか超えてきたりするんで、平均点の合計が。という風に早稲田の文校は標準点っていうもの、要は予想平均点を102点から104点の間ぐらいで考えてるんですよね。だからその差額分みたいなのが引かれるんですよ。で今回マイナス15点されて 107.89 になったと。で皆さんね、先生102、3点だったらなんかマイナス15じゃなくてマイナス12、3とかじゃないんですかって思われるんですけど、ここご覧ください。国語の平均が 50.244 なんですけど、この子素点で44点を取ってます。早稲田のこの3科目型の標準化の場合、科目平均よりも低い点数を取っちゃうと標準化がやや大きめに動きやすい傾向にあるんですよね。これ過去のデータを見てみても。なのでもし国語の素点が50点オーバーぐらいあったら、この A 君は多分マイナス12、3点ぐらいで済んでるんですけど、国語が平均点以下を取っちゃったことによって標準化がより大きめに働いてしまったと。そのことによってまあ彼はマイナス15点されている、こういう形になってるんですよね。なんとなくイメージ湧きましたかね。ってなってくると合格最低点が 131.7 なんで、本来であればまあマイナス12、3点ぐらいで済んでたのかなというふうに考えると、だいたい予想合格最低素点145点弱、143とか144とかあると、この A 君は合格してたよねっていうような合格最低ラインになるんですよね。なので2023年のこの文工学部の問題を解く人はざっくり145点ぐらいありそうか、まあなかなか素点のね回転がないので難しいんですけれども、7割以上ありそうかどうかぐらいのところで自分のものを見てあげるといいのかなと思います。結構大変ですよ、7割取るって。続きまして日本史の B 君見ていきましょう。彼もね、やっぱり見てください、国語の平均点が高いんでちょっと低かったんですよね。49点だったんですよね。さっきのね A 君よりはちょっと取れてるんですけどね。で英語も優秀だし日本史もむちゃくちゃ優秀ですよ、この子で。最終的に素点合計が147な中でマイナス16点されて、で 131.166、 皆さん彼が最終的に取ったこの 131.166 という数字と合格最低点見比べてください。あと何点必要ですか？あと 0.6 点ですよ。あと 0.6 点。この数字見るとやっぱり、おぉ、こんなことって本当にあるんだなっていう感じですよね。はい、起きるんです、こういうことが、早稲田大学では。過去の森鉄チャンネルの動画でも、僕こういうデータたくさん出してるんで、ぜひね、過去のデータも一緒にね、合わせてご覧くださいね。ということなんで、素点だけでよればね、受かってたのに、この標準化の影響によって彼は落っこちてしまったと。平均点が 119.542 ということなんですけれども、まあ、ここからね、マイナス16ぐらいを引くと、やっぱり標準点ぐらいのところになるんですよね。102、3点ぐらいになるんですよね。っていう形になります。だからまあ、ここから、この B 君、日本史選択の人、2023年文化構想学部予想合格最低素点は150点弱ぐらい、148.9そこいら取っておくと合格できてたろうねっていう風に思えるんですよね。ちなみにこの B 君はこれ去年のうちの生徒なんですけれども、文工だけ落ちてあと他圧勝でした。小学部とか早稲田法学部とか合格して今早稲法に通ってるんですけれども、ここでやっぱり1個申し上げたいのは、偏差値が全てじゃないってことも僕言いたいんですよ。どういうことかっていうと、偏差値だけで見たら早稲田法学部の方が上じゃないですか。早稲田文工の方が下なんですよ。だけど早稲田ってこういうことが起きるんですよ。だからどれだけその学部の対策をしっかりやってきたかっていうことと、あとまあ今回みたいに平均点が高くなるとちょっとの運も必要だったりするんですけれども、学部によって問題全然違うし、その学部のスペシャリストになることによって偏差値ってもう FIFA ランクみたいなものなので、多少の偏差値であっちの方が高いのにこっちが受かったみたいなことって対策がしっかりできたら起きるんで、ぜひね、もう偏差値に縛られず自分が行きたいところを一生懸命目指してくださいね。それをちょっと伝えたいなと思いました。続きまして文学部の方のデータを見ていきたいと思います。でね、文学部がね、これ見てください皆さん、また平均点が高いんですよ。だからね、これ同じやつが作ってんじゃないかなと思ってて、英語とね、世界史のね、平均点、まあまあちょうどいいとこなんですよ。国語の平均点が50オーバーってね、もうこんなバカなって。あ、そうだ、あとね、言い忘れる前に、2023年の文学部、過去問やる人、英語の大問5番見ましたか？あれクレイジーです。あれできなくていいです。森田先生にもね、俺文学部の英語の大問5番ちょっとね、やってみてほしいんですけど、今度。絶対解けないと思う。公表してないの？文学部多分公表して。
文化構想の方してると思う。ああ、してる。解いてはいるはずだけど、どれどう。あのね、フロイトの話なんだけど、はい、俺も日本語文読んでてもよくわからない、マジでみたいな問題なんで、これもできなくていいです。てか、できてるやついないんじゃないかと思うんで、だから、あれは気にしなくていいです。これちょっと先にちょっとだけ言っとくね。で、成績開示データ見ていきましょう。こちら。英語50、国語60、素晴らしいですね。で、世界史36取って、合計が146点取った生徒がいました。この子、成績標準化の影響で、マイナス17点受けて、129.204 です。皆さん、見てください。合格最低点と彼が取った最終得点の差、0.6 点ですよ。0.6 点。こういうことが起きるんです。こういうことが起きるんで、ちょっと運がなかったよね、この C 君はね。平均点が 124.9 とかになられると、今回みたいにもうマイナス17点とかされてるんですよね。これがすごく大きいですよね。とてもね、やっぱりタフな回になっちゃったかなという印象ですね、これね。で、ここから想像される合格最低素点なんですが、マイナス17点ってことは、だいたい予想合格最低素点として150弱147、8、9ぐらい欲しいかなと、そのくらいあるとまあ受かってるかなっていうような数値になるんで、まあ実際146点の人がね 0.6 点で落ちてるわけですから、そういう計算になりますんで、147、8、9点あたりを取って合格してもらえたらと思います。でもまあこの子も惜しかったよね。続きまして B 君見ていきましょう。このね、文学部を日本史選択で受けた生徒ですね。この子は英語50、国語52、日本史39で、素点合計が141なんですね。なんですけれども、この子、マイナス 18.5 点されて、最終的に 122.42、合格最低点が 129.8 なんで、あと7点とかで落ちてるんですよね。っていうことになってくるんで、まあやっぱりこれもね、平均点が120オーバーとかになってくると、もうマイナス17、8、9とか、ひどい時だとマイナス20とか行ったりすることもあるんですよ。なので平均点はね、ちょうどいいぐらいがいいです。なんか日本の経済とかでもさ、円高になりすぎても円安になりすぎてもいけないじゃないですか。やっぱりね、価値っていうのはちょうどいいぐらいがいいんですよ。なので2023年の文学部っていうことだと、まあここもね150点弱ぐらいを取ってもらって、日本史選択の人も合格になるかなと。日本史世界史選択ともに150弱ぐらいのところに落ち着くかなという予想合格最低素点になりましたということですね。まあこれを見てみてわかるんですけど、過去の僕らの動画見てると結構7割神話っていう話をしてるんだけど、文文法に関してはね、やっぱり時にこうやってね、国語でやらかすというか、作文をね簡単にしすぎたねみたいな。一応目安として文文法23年ともに7罰だと思っててください。7罰だいたい1問2点から4点ぐらいなんですけど、国語がだいたい抜き出し問題とかがね、割と配点が大きくなりがちなんですけれども、まあ7つまでかなと。7つまであるとまあ50オーバーの点数にはなるかなと思うので、なんとか7罰以内に抑えて50オーバーの得点を取るっていうことを大事にしてください。結構国語がかなり鬼門になる可能性は高いかなと思っています。まあこのアドバイスをもとに自分のね過去問演習頑張ってみていただけたらと思います。まあ来年はね、ちゃんとね平均点がちょうどいいところになるといいなというふうに思っております。はい、ということでした。ぜひこれを参考にして文化構想受けてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.